今の科学というものの外線ではない100年と200年後の科学で今皆さんが打たされているワクチンを分析したとき、それに重大な体に対する害があるということが判明する可能性だって十分にあるんです。今の科学の人間が何かですか、Thank you.